いやゴッホ展楽しみだな。やっぱりね、今日のお目当てはね、なんといってもゴッホの自画像だな。生自画像どんなもんなんだろう。あーあー痛い、頭が割れる。あーそうです、その時です。ゴッホの自画像を見た瞬間、僕にガツンという強い頭の痛みとともに、ゴッホの人生、37年間の人生が僕の頭に一瞬にして入ってきたんです。そして気づいたら僕は泣いていました。辛かったな、お前。辛かったな、世間にずっと評価されないでさ。でもあんた立派だよ、今みんなあんたのことを評価してる、立派だよ。あとあれも辛かったな、あの展覧会開いて代表作のひまわり飾った時に貴婦人がこのタンポポ素敵ですね。辛かったなあれな。何が辛いってさ、その後はい、タンポポ好きなんすよ。辛かったな、自分殺したなお前。辛かったな。あとあれも辛かったな、あの王室から久しぶりに仕事の依頼が来て、久しぶりの仕事だって気合い入れていったら、仕事の依頼内容がダヴィンチの絵を描いてください。なんで俺に頼んだろ、辛かったな。でも金ないからさ、気づいたら5枚描いてたな。辛かったなお前な。 あとさ、この前昔あの合コン行った時に、あのゴッホさんですよね、私ひまわり大好きなんですって言われて、あれちょっと俺人気出てきた、嬉しい、あのひまわり、あのよかったら書いてくださいってコースター渡された時な。バカにしてんのか、ムカついて近くにあってエスカルゴぶん投げてやったけどな。あとあれもつらかったな、あの画家仲間のゴーギャン、あいつ飲み行った時にさ、あのちょっと体調悪くて咳出て、したらゴーギャン出た、ゴッホだけにゴッホゴッホ。もうそれ100万回言われてるわ。の100万回のうちの90万回のゴーギャンっすからね。ムカつくわ、たまにいいアドバイスくれるから憎めないってね。あとあれもつらかったな、あのお母さんがお気に入りのシャツとジーパン一緒に洗った時な。あれつらかったな、だってあのシャツさ、ゴーギャンがそれの色違いだったら俺も買おうかなって言ってくれたやつだよ。つらかったなあれ。じゃあ俺もそろそろ行くわ。じゃあな、久しぶりにムンクと飲みてえな。どうもありがとうございました。